はい、どうも石谷です。今回ですね、一般のお問い合わせフォームから、質問というか、まあちょっと読み上げます。僕はクレジットカードを3枚持ってます。楽天カード、ヤフーカード何回も審査落ちましたが、セディーナ、JR、東海カードを申し込んで審査受かりました。そしたら連続で楽天、ヤフーカードも審査に受かりました。不思議です。この前スキヤに行って支払い証と現金を用意しました。そしたらレジのところにマスターか JCB カード、クレジットカードを決済できると気づき、現金をしまってヤフーカードを支払いました。スキヤでもクレジットカードで知りませんでした。吉野家でも決済できればと思います。ところでヤフーカードのデザインが新しいのができたのは知っていますかと。まあ、これは知らないです知らないですね。はい、まあ、結論言うとですね、どうでもいいですね。はい、どうでもいいという、なんだろうな、僕楽天カード あのパンダデザインあるじゃないですか。あ、パンダデザインは可愛いなと思ったんですけど、まあ36歳のおっさんだから別にいいかなみたいな。まあカードって、そう、これはねちょっとね、まあ僕ビジネス教えてるんであれなんですけど、まあカードの比較サイトってあるんですけど、カードってその、キャラクターカードもあるんですね、いろんな。でそれをキャラクターの可愛いカードを持ちたいっていうね、デザインがかっこいいとか可愛いカードを持ちたいっていう人が世の中にいるわけですよ。でそれをまとめてるアフィリエイトサイトあるんですね。あ、これうまくできてるなと思って、はい、だからそのカード比較なんだけど、そのクレジットカードの中でもキャラクターデザインに特化したやつとかね、はい、まあまあライバルはいるんですけれども、まあその大きいジャンルからサブカテゴリーで、まあ、そのキャラクターデザインってまあ探せばね、何百あるのかな、まあ、何十種類以上あると、何百あるのかな、はい、まあそういう感じで、まあ、アフィリエイトサイトを作ってもよしかなと思います。うん、まああと僕みたいに YouTube でこうね、カードの話をするとか、うん、実際にですね、まあ僕は YouTube でそのカードの、動画を何本か撮ってるんですけど、まあ、一番最高回ってるのは2万回以上回ってますね。うん、で実際にアフィリエイトしてます。はい、で今その Yahoo カードのアフィリエイトが A8-2100円ですね。無料カードから申し込みが、無料カード、まあ、アフィリエイトリンクから申し込みがあると2100円、無料カードですけど、お客さんにノーリスクでご案内して、で、紹介料2100円がもらえると。まあそのアフリ報酬はですね、変動があるので、前は僕一番最初初めてやった時は1500円ぐらいだったんですけど、今広告は上げてるんじゃないですかね、2100円になってました、ヤフーカードね。うん、はい、まあ、そんな感じで僕は、そのこれからもですね、クレジットカード系の動画はずっと撮り続けていこうかなって思います。はい、まあ、実際に僕も使ってますし、いいですし、実際本当にいいので、であとはそのアフィリエイトもできるし、動画も再生ある程度でね、一般のネットビジネスの動画より再生されるので、うん、でしかもロングテールですね、しかもロングテールキーワードなんで、であとはその顔出ししてカードをね、こううんちく語ってる人はあんまりライバルいないんで、まあ結構勝てるかなっていう、まあそんな感じで、まあ楽天カードの動画に関してはこれからもちょいちょい作っていこうかなと思います。はい、まあそんな感じですね。はい、ということで今回はですね、まあ、デザインが新しいことできてるのか知っていますかということに対して、僕は知らないです。はい、結論どうでもいいということですまあ使えればいいじゃないですか、結論使えればいいんで、はい、ね、使えればいい、僕はまあそんな感じです。はい、以上です、ありがとうございます。